箇所目の駐車場に到着しましたね。駐車場ですね。まだ9時25分なんでね、ここは9時から営業しているようですが、どの辺に止めようかな。よいしょ。よし、ここら辺にしましょう。よし、1箇所目到着。はい、1箇所目到着しました。江南府中四ツ谷店かな。それでは一旦終了したいと思います。はい、それでは江南府中四ツ谷店から出発していきたいと思います。次の目的地までは 5.3 キロですね。よし、では行きましょう。よいしょ。さあ、問題は出口が2つあるってことですよね。左が府中方面、右が国立方面なんですけど、どっちなんだろう。右かな。こっちの方向から来たんでね、多分こっちから出るんじゃないのかな。そう、出口を間違えるとね、結構迂回することになるんでね、大変なんですけどね。よいしょ。よくわからない。府中。
出れないか。よいしょ。それでは次の場所で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の場所で。